かくして宴は終われども、残されし熱気に我らはただ惑い、青ざめた月影と海原を渡る涼風が熱き血潮を冷ますのを待つのみ。待たせたな。ちょうど時間。しかし相変わらず律儀な男だな。たまには遅刻ぐらいしても罰は当たらないのではないかね。これも性分でね。早速だが報告を聞かせてもらおうか。そう焦るものではない。今宵は気分がいい。少しくらい浸らせてくれたまえ。やれやれ、よほど気に入ったと見えるな。うん、麗しの姫君にはますます。それに思わぬところで美をめぐる好敵手と出会ってね。これから忙しくなりそうだ。仕方のないやつだ。個人的な趣味も結構だが、計画の支障になっては困るぞ。それは心配無用だ。それでは受け取りたまえ。確かに。それで実験の成果はどうだった？そうだな、9割方成功と言っていいだろう。投影装置が生み出した映像をかなり遠くの座標まで転送できた。ただ最初の 1,2 回は転送に失敗したらしくてな。3回目を超えたあたりから完璧に作動するようになったが、不安要素はあるが悪くない。早速教授に伝えておこう。しかし動力停止現象もそうだが、今の技術をはるかに超えているな。13光合成らしいが、一体どういうからくりなのか。さてな、俺も詳しくは聞かされていない。ただ教授によればそれらの現象は奇跡の一端に過ぎないらしい。ほう、奇跡と来たか。奇跡は女神にしか許されぬ見業。一体どういう意味なのやら。いずれにせよ真の潜在能力は今後の実験で明らかになるだろう。そうすれば。今宵は意外な登場人物に恵まれているようだ。さて筋書きはどうしたものか。それは身を潜めているネズミの態度次第だろうさ。どこのネズミか知らぬが命拾いしたようだ。女神に感謝するがいい。
俺だってな。寿命が縮むかと思ったわ。言われずとも女神に感謝しまくりやっちゅうねん。しかしまあ、なんちゅう化け物どもや。あれが結社の執行者か。出発ね。準備が済んだらもう発着場に行こっか。そうだな。他に用事がなければ出発した方が良さそうだ。そういえばドロシー城はあの後どこに行ったんだい？いつの間にかいなくなってしまったようだが。あ、ホテルにいるナイアルのところに行ったみたい。ルーオンを出発するなら一応挨拶した方がいいかも。そうですね。できれば先生たちにも挨拶したかったんですが、先ほど連絡したらどうやら用事で子供たちと一緒に出かけたらしくて。そうなんだ。私も挨拶しておきたかったな。ま、サイスに着いたら手紙でも書けばいいだろう。いざとなったらすぐにでも戻ってこれるしね。はい、そうします。私も一緒に書こうっと。それでは出発するとしようか。動力技術の伝導にして。あなたがラクシさん？ああ、ひょっとして遊撃士さん？そうよ。掲示板を見て。今すぐにお願いしたいことがあるの。話を聞いてくれない？うん、もちろん。それでどんなお話なの？お願いしたいのは
すごく単純なことなのよ。なんとかしてうちの主人をギャンブルで任してほしいの。え？そいつが単に賭け事でご主人に勝てばいいのかい？ええ、どんなゲームでもいいから、とにかく主人に勝ってちょうだい。うちの主人ってもともと調子に乗りやすいたちなんだけど、ちょっとカジノで勝ち続けたらすっかりギャンブラー気取りなのよ。あの人のことだから、このままだと本気で賭け事にのめり込んじゃうわ。だからそうなる前に痛い目に合わせてやってほしいのよ。なるほど、ご家庭の事情があるわけね。あんたも大変だな。ううん、またカジノ旅行に誘われた時にきっぱり断ればよかったのに。はあ、愚痴っても仕方ないわね。じゃ、賭け金として1000ミラお渡ししとくわ。これで全額1回勝負を挑めばきっと主人は乗ってくるはずよ。ということはご主人は今も2階のカジノに？ええ、入り浸ってるわ。カード台にいるフィリオっていうのが夫よ。了解、カード台にいるフィリオさんね。遠慮は一切無用よ。徹底的に任せてやって。他に何か質問？ま、やることは分かったけど、それよりどうやって勝負に勝つかが問題よね。だってギャンブルなんて所詮は運じゃない？ああ、だがその運を生かすも殺すも腕次第だ。勝てるかどうかは相手によるぜ。つまりは駆け引きさ。ふーん、そういうものなんだ。それなら大丈夫よ。うちの主人はズブの素人だもの。嘘をつくのは下手だし、思ったことがすぐ顔に出るし、本来はギャンブルにとことん向いてない人のはずよ。あ、本当に？うん、それを聞いたらちょっとは自信が出てきたかも。よし、気合入ったわ。おう、その意気だぜ。気迫で負けてたら勝てる博士も勝てねえ。それじゃあ頑張っ、主人を。お、なかなか雰囲気のいいカジノだね。設備も新しいようだし、まだできて間もないのかな。はい、生誕祭の頃に新装オープンしたそうです。あ、そういえば前は改装中だったわよね。なるほど。ところで肝心のご主人はどこかな。うん、確か奥さんはか。あれだな。よーし、来いよ。ほら来た、ジャック。このドローの強さ、お客様の勝ちでございます。いや、君もよく戦ったよ。さすがに相手が悪かったけどね。わかりやすい人ね。うん、あの人に間違いないわ。早いとこ声をグズグズしてると、また一勝負始まるぜ。あっと、よしっと。それじゃあまた。あれ、なんだよ。お兄さんが噂になってる強い人ね。実は私たち、あなたに挑戦。挑戦？この俺に？けどミラは持ってるの？ケチな勝負なら受けないよ。
賭け金千ミラ、その全額勝負な。怖いもの知らずだね。いいよその勝負で。なんだったら。までしたらお客さん、これなら服。そんなゲーム、はい。対戦はただ降りることができるのは両チームそれ、チームの一員が降りてしまったらそれ以降そのチームの選手たちは降りること。なるほど、3回戦勝負か。ん、手っ取り早くていい方法なんじゃないかな。あれ、でもあんたたちは別に4人にこだわることはないわよ。余っちゃうんなら誰か辞退すればいいんだ。あの、それでしたら私に辞退させてください。え、クローゼが。はい、私たち学生の掛け事は校則で禁止されているんです。ですから私はちょっと。そうなんだ。まあ確かにギャンブルは教育上、事情はわかる。ごめんな。うん、ということは3回勝負で大丈夫だね。俺は何回勝負でもいいよ、どうせ最後には勝っちゃうんだからね。ご説明した通りのゲームでよろし。うん、まあこっちも。それでは準備をいたします。その間にお客様方は勝負順をお決めください。勝負に出る順番を決めておけばいいのね。うん、了解よ。よろしく。手っ取り早く決めてってことだけど、さてどうしよっか。ここはカードの腕前で決めるべきだろうね。言っておくけど私は自信ないからね。いつもヨシアに負けてたし。俺も博打からは足を洗って随分経つが、だが勝負は気合だからな。え、そういうお前はどうなんだ。安心したまえ、カードにはいささか心得がある。駆け引きが必要になる中堅はこの僕に任せてくれたまえ。よし、ならそうして。オリビエが2番手ってことね。あとは私とアガットだけど。俺が最初に出る。お前はしんがりを頼むぜ。はあ、なんで勝手に決めるわけ。先手必勝ということだね。つまり僕とアガット組んで勝負を決めてしまう作戦さ。そういうこったな。ま、順番なんぞ意味はねえ。要は勝ちゃいいんだ。それはそうだけど、プレッシャーってもんが。お客様、準備が整いました。うん、それでは行こうか。ほら始まるぞ。エステルさん頑張って。うん、よし、こうなったらもうやるしかないわね。それではこれより3ポーカーのルールは当地方で一般的なものですが、スートにも強弱がありますので、最も強いのがスペード、以下ハート、ダイヤと続き、クローバーが最弱となります。では手札をお配りいたします。こいつは狙うなら4567 8のストレートも考えられるが、正直かなり目は薄いか。うひゅひゅ、初手から幸先がいいぞ。いやなんか相手はちょ本当にいい手なら普通は黙っているはずだよ。相手が降りてしまっては勝負に持ち込めないからね。あ、それはそっか。さてと、こっからだぜ。大物の手役を狙うか、
どっちにしろ目は薄い。だがまだ初戦だ。カードを交換なさいませ。ああ、よ、お客様は？俺は3枚だね。さて、どう来た？結局は手にならねえか。アガットさんの表情、全く変わりません。うんうん、気迫のこもった眼光といい、惚れ惚れするような男ぶりさ。ふふん、いいよいいよ。待ってたところにずっぷり。さあ挑戦者諸君、いつでもかかってきたまえ。あっちとは交代。あんなこと言ってるけど、どこまで本当なのか。こっちには手役がねえ。つまり向こうが勝負に乗ってくれば押すか引くか。まだ始まったばかりだ。ここで無理して負けちまってもしょうがねえ。勝負なさいますか？いや。へえ、降りちゃうのか。せっでは。お疲れ。あ、降りるなんてらしくないじゃない。言うな、俺だってそう思ってんだ。だがこれでさす、降りられるのは一回だけというルールですから。あ、そっか、思ってたよりきっ。お客様、次のショ、おっと、ぼなあ、あんだけ、それでは手札をお配り。ほう、四のペアか。だがこれだけではいささか心もとないね。こっちが来る気もするな。なんだか、ええ、表情が違いますね。手が入ってるのかもしれねえな。さて、まっすぐに手を伸ば。1枚だけ頼むよ。お客様、俺は2枚。さあ手は変わらずか。こうなればあとは相手次第。オリビエってば。よし、さっきと違う。でかい手でも来たか。あの相手もう降りられないから、ここは一か八か勝負だね。勝負。無論さ、僕の辞書に。お客様は。ああ、受けて立つよ。ではこちらのお客様か。四のワン。へへ、そう、エースのスリーカード。フィリオ様の勝ち。では事前のと。勝敗は時の運、敗北も致し方ないが、しかし気のせい。さっきから背中に。オリビ、てめえ、始め、俺たち仲間を。と、前世コン、すま、この件。そう、ま、もちろんね。しかし、え、ちょ、ま、何を。いいかね、普段は。だがこの店で、つまり、ああ、キリフ、はあ、この人、信じ、とにかくこの人の、そういう、今日はすま、せい、じゃあ、
あなたが。ああ、ひょっとし。そうよ。話。うん、それお願いし、なんとか。そたん。ええ、うちのちょっとカジ、あの人だから。ふ、ごか。あんた。うんうん、カジノ旅。じゃ、これで。というご主人。ええ、カードだ。了解。遠慮は他にも、それだって。ああ、勝てるか。それな、嘘をつ、本来は。あ、うん、よし。おう、気迫。それじゃあ、主人を。設備。はい。あ、なところで。うん。よーし。ほら、来た。うぅ、お客さん。いやわかる。よ。おじ。いか、な、ま。こ、たいかき、ん、狙うなら正直。うひゃひゃ、いやな、相手が降りてしまう。さてと、大物の手、どっちにし、それなら大物かな。おっ、こっちには手役が、そう、まだここで勝負なさい。へえ、おりちゃ、せっかくいい手だったのに。ではお客様方、この先はもう降りられます。お疲れ、アガット。降りるなんてらしく。お客様、勝負なお客さん。ああ、ではへえ、そんな手で向かっ、エースのスリーカード勝負あったよ、フィリップ俺たちが負けた。うん、もちろんいい。うちゃん、こっかじゃ、こっこっかぎえ、おもつんだ。あか、うそ。あ、うい、きつし。あ、うと。よーし、来いよ。お、いた。わ、いいか、な、ま、こ、
再開し。つまり、オスカ。この俺がそんな勝負なさいまこ。よくさえずる野郎だな。勝負と言ったら勝負なんだよ。お客様は、この手なら。降りるから何もしないで。おい、お、え、あ、そのようですね。ではフィリオ様。よっしゃ。まあ降りたっていうより降ろしたって感じだったけど。アガットさんらしいですね。お疲れ、アガット。さすが、いつも勝負は気合って言ってるだけの気合だけでカードに勝つなんて全く呆れるほかないわよ。ふん、形勢不利な状況から状況によ。お客様、次の勝負。おっと、ぼでは行って客も立派な戦略。おや、せっかくの手を無駄にしたのなら謝るよ。いや、別に悔やこっちもそんなに大し。では、あらら、降りちゃったわよ。相手の方がいいと読んだみてえだな。はーい、諸君。フィリオさんの気にしないでくれ。これまずいわね。もしフラッシュかと言って、もうフラッシュが。カードを、5枚とも。何を。ふー、うわなんてことするんですか。しっけ。いや、緊迫に耐えられなくてね。ちょっとばかし場を和ませたかっただけさ。あのアホなら
もう気は済んだでしょう。ほら、早く帰って。ゲームが進行できませんよ。それでは邪魔したね。あんなアホを信じた私がバカだったわ。では気を取り直して、お客様は、で、手札をお開けください。さあ来てろよ。来て、本当に来てた。見てくれよ、ロイヤルストレートフラッシュ。それって、さて、それはどうかな。え、お客様も蓋を開けてみ。はい、あ、まあ、へえ、嘘。確かに、しかもスペ、うん、ならばこちらの、嘘だろ。この勝負、勝っちゃったわ。やっほー、勝った。賭け金でございます。ど、勝っちゃいましたよ。まさに大逆転勝利だね。ふーん、なんだい、アガット君。なるほどな、道理で怪しい動きをしてやがったわけだぜ。なんのことかな。まあいい、見なかったことにしてやる。今回はそのおかげで勝ったようなもんだからな。お役に立てたなら光栄だよ。お待たせー。さ、早く報告に。あんたたち何見つめ合って。ご覧の通りだよ、アガット君が僕に迫ってきたのさ。アホが、適当なこと抜かさ。隠すことはないじゃないか。もうアガット君のテレイヤさん、そう、そう、真に受けるんじゃねえ。ほら、さっさと報告に行くぞ。ほんと、ほんと、むこつ、あ、ほんつ、ご、あ、むかち、え、ご、ちょ、え、こ、ちょ、お疲れ様。何か依頼を達成したら。いらっしゃい。サイスに向かう遊撃士さんご一行だな。あ、うん、そうだけど。ジャンから連絡がもらった。運賃はギルド持ちだそうだ。早速乗船手続きをするかよ。手続きをしたら船が来るまでここで待った方がいいだろう。もうルーアン地方でやり残したことはね。じゃあ用事。
ちは。ああ、お前らか。ドロシーから聞いたぜ。幽霊騒ぎは解決したそうだな。うん、一応そうだけど、ドロシーどうしちゃったの？事件の報告をしている時からうつらうつらし始めてな。終わった途端爆睡しやがったんで、仕方ねえからベッドに運んだんだ。昨日は真夜中までいろいろなことがあったからな。少々きつかったのかもしれん。徹夜を続けられてこそ一人前の記者だっつーの。そうだ、こいつの説明だけじゃいまいち要領を得なくってな。今回の事件についていくつか質問をしてもいいか？うん、いいわよ。なるほど、大体わかったぜ。それにしても怪盗 B がリベールに来ていたとはな。怪盗男のことを知ってるの？大陸各地の大都市を騒がす有名な盗賊らしいぞ。狙った獲物は逃さない。あくまで華麗に盗み去る。そんな芝居がかった盗賊らしい。同一人物くせえな。本人もそう言ってたし、間違いないと思うわ。だがその怪盗 B がまさか結社の手先だったとな。見食らう蛇、とことん得体の知れない連中だぜ。ナイアルさん、今回の事件についてはどこまで記事に？いや、実はギルドと王国軍から結社についての報道は控えるように頼まれちまいましてね。悪質な愉快犯の仕業として書くことになっちまうと思います。まあクーデターも終結してやっと国内も落ち着いた頃合いだ。市民の動揺を考えたら妥当な判断と言えるだろうね。記者としては不満だが、そのあたりは俺も納得してるさ。その代わりまた事件が起こったら俺たちにもちゃんと知ら。うん、分かったわ。それじゃあ私たちはサイス地方に出発。おう、そうか。俺は原稿書きがあるからちょいと見送りに行けねえが、ドロシーのやつを起こすかよ。ああ、いいっていいって。せっかくぐっすり寝てるんだし、ナイアルからよろしく言っといて。わかった、くれぐれも気をつけろよ。キューとリズム。君たちは遊撃士だね。そうだけど、どうかした？なんだか慌ててるみたいね。急いで調査してほしいことがあるんだ。今すぐ来てくれないか？うん、大丈夫よ。ありがとう、恩に着るよ。で、どこに行けばいい？このホテルの最上階にあるノーマンさんの選挙事務所です。早速案内させてもらうよ。だから俺じゃねえって言ってるだろ。早くこっから返してくれ。俺にだって用があるんだぞ。まあまあ落ち着きたまえ。遊撃士が来るまでの辛抱だよ。調べが終わればすぐに帰れる。ほら、言っているうちにどうやら来たようだぞ。エリオ君、ずいぶん早かったね。ええ、運のいいことに遊撃士の方が居合わせたもので。
らがノーマンさんです。きっと街角のポスターでご覧になっているでしょう。あ、市長候補の人よね。私、遊撃士のエステル・ブライト。同じく遊撃士のアガット・クロスナだ。早速だが、何があった？うちの運動員のデルス君が何者かに暴行を受けたんですよ。つまり傷害事件というわけですな。傷害事件？それは穏やかじゃないわね。被害者は大丈夫なの？うん、ここにいるよ。さっきまで気を失っていたが、幸い大事には至らなかったようだ。それならよかったわ。ちっともよくないですよ。後頭部がこんなに腫れてズキズキしてるんですから。え、後頭部って、まさか背後から襲われたの？ええ、それもいきなりね。バルコニーで一息ついてたら突然後ろからガツンですよ。そいつは悪質だな。えげつないわね。事件があったのはいつ頃だ？前後の出来事と合わせて話してくれ。はい、今日の昼食後のことです。私とノーマンさんは大橋のところで演説場所の下見をしていたんですが、こちらにいらっしゃるクンツさんがちょうどその場にやってき、話を聞いたところ、ノーマンさんに大切な用事があるとおっしゃったんですよ。どんな用事だったの？ホルトスさんに言われて橋での騒動のことを謝りに来たんだ。俺だけが悪いわけじゃないが、対立は煽ったのは本当だからな。なるほど、あの騒動の謝罪に来たっていうわけね。ええ、しかしその時まだノーマンさんは用事がありましてね、クンツさんには事務所の方で待っていてもらうことにしたんです。そこで私がこの部屋まで彼を案内してきたわけなんです。私がホテルに戻ったのはそれから間もなくのことだった。部屋の前で待っていたヘリオ君と一緒に事務所に入ったところ、ここにいるデルス君がバルコニーで気を失っていたわけだ。そしてそのそばに、このクンツさんが立っていたんです。だからよ、なんでそっから俺が犯人扱いされちまうんだよ。バルコニーに行った時にはもうこいつは倒れてたんだよ。クンツ君の気持ちもわかるが、しかしこの疑惑は当然だと思うよ。何しろこの部屋にはクンツ君とデルス君の他には。それって確かなの？クンツさんを連れてきた後、私はドアの外で番をしていました。もちろんノーマンさんが来るまでだ。どう考えても二人きりだったはずです。間違いないか？間違いはねえけどよ。でもさっき言った通りなんだぜ。俺がバルコニーへ行った時にはもうデルスはそこに倒れてたんだよ。つまりこういうことか？あんたが来る前にもう犯行は行われていたと。おお、その通りだよ。いやー、話がわかるね。それだとクンツさんの前に誰か部屋に来たってことになるけど、デルスさん何か覚えてない？そりゃ誰か来たとは思うけど、事務所は人の出入りが多いからね、全く気にも留めていなかったよ。あ、それはそうか、選挙の事務所だもんね。どうやら事件の焦点がはっきりしてきたみてえだな。この事件の犯人は次の二人のうちのどっちかだ。このおっさんか、あるいはその前に部屋に来てたやつだ。あとは証拠次第ってことね。
どうする？もう聞き込みに行く？他に情報がなければな。気になることがあるなら今のうちに話しといてくれよ。大した話でなくてもいいぜ。ならば私の方から一つ、事件後の部屋を見て不思議に思ったことがあってね。物色された後でもあったの？いや、その逆なんだ。むしろ前よりも綺麗に片付けられている気がするんだよ。はあ？どういうこと？あえて解釈するなら、物色の跡を消すための偽装だね。もちろんこのように過剰では逆に疑いを招いてしまうだろうが。ほう、一丁に値する意見だな。ところで君は誰かね？その質問を待っていたよ。僕は漂白の詩人にして天才縁。でも盗まれたものがないなら偽装の線は薄いんじゃない？今の段階で理由をあれこれ考えても仕方ないわ。まあエステル君、以前よりさらに手強くなったね。さすがはルロックル帰りと言うべきか。オリベーさん、こういう時は相手をしないのが一番なのよ。さ、もう聞くことがないなら早いとこ聞き込みに行きましょう。おう、だいぶ操り方を身につけてやがるな。では捜査の方をよろしくお願いするよ。答えが出たらまた報告に来る。期待しているぞ。さて、どういう風に回る？このホテル結構広いわよ。二手に分かれた方がいいな。お前は姫さんと回れ、俺はそのお調子者と組む。この二人も今じゃ強力員だ。仕事には協力してもらおうぜ。よろしくね。こちらこそ。協力員たるもの当然さ。相変わらず立ち直りが早いわね。いいか、まずは被疑者の情報を集めるとこから始めるぞ。関係者にクンツについて聞いて回れば何か出てくるはずだ。もし星が割れたら俺のとこまで知らせに来い。分かったら報告に行けばいいのね。よしっと。それじゃあ行きますか。おっと、こっちは玄関ね。聞き込みに戻らないと。クンツ様はごくたまにいらっしゃるお客様ですね。お仕事上のお集まりでご利用いただくことがほとんどです。私たちのことを見るとクンツさんは驚いた顔をしてました。きっと犯行の瞬間を見られて気が動転してしまったんでしょう。クンツ君は倒れているデルス君のそば、私たちのことを見て彼は興奮している様子はなかったが。何度も言ってるが、俺はデルスを見つけただけさ。俺たちが喧嘩をしてたなら物音でも聞こえたはずだが、誰もそんなこと言ってなかっただろう。当然さ、俺はお行儀よくソファーに座ってたんだからな。一瞬で気を失っちゃったんで、犯人のことは見ていないんで、チラッとでも見てればお役に立てたんですけどね。
物音、ああ、多分それは僕がやられた時の音です。だって脳天に響くようなものすごい衝撃でしたからね。クンツ君の言う通り、何も物音、私はその時ロビーにいたが、大の大人が、俺とテルスが喧嘩をしてたなら何か物音でも聞こえた。あの時クンツさん反抗、それは確かにクンツさん、私はドアの前で番を押してましたが、部屋の中はずっと静か、もし口論でもしていたら間違いなく気づいたはずです。あいにくですが、何？クンツさんがホテルに来た時、俺はロビーにいたんだけど、なんだかあの人怒っていたみたいだったからな。何か起こりそうだと案の定事件になったわけだね。物音ね、特に聞いてないな。ああ、俺には怒ってるように見えたよ。でもあんな騒ぎがあったばっかりだもんな。怒っててもしょうがないよ。まだ言ってる。うん、実は早速じ。どういうこと？手短に説明。なるほど。あれ、興味なさ。ああ、記事にするほどの山と、まあ念のため、悪いが現さて、クンツ様のご様子は至って普通でござい。も困りますよ。クンツさんが怒っていた？はて、そんな風には見え。大橋のたもとで会った時は特に怒っている様子はなかったね。まあ、もしかしたらホテルに案内する時に何かあったのかもしれないがね。僕に聞かれても困りますよ。あいにくですが、クンツ様のご様子は至って普通でございます。お怒りになっていた。物音ね、特に聞いてないな。クンツさんがホテルに来た時、俺はロビーにいたんだけど、なんだかあの人怒ってたように見えたな。俺にはクンツさんが怒ってるように見えたよ。あんな騒ぎがあったばっかりだもんな。怒っててもしょうがない。適当なこと言え。それを言うならヘリオのやつの方が俺より態度が悪かったと思うぜ。あいつ俺を見て嫌そうな顔してたからな。ヘリオについて聞いてみろよ。きっと叩けば埃が出るぜ。アイスとデルスはノーマン陣営のナンバー2を争ってるライバルだ。きっとお互い虫がつかなくてガツンとやっちまったんだよ。ヘリオにだって動機はあるだろう。アイスとデルスはノーマン陣営のナンバー2を争ってるライバルだ。きっとお互い虫がつか。ヘリオが犯人なわけないです。
そのしがらみなんてありませんし、商売上も協力してるんですから。あ、いたった、興奮したらまた頭が。エリオ君が疑われるとは信じられない話だよ。だいたいなんで彼が同僚のデルス君を傷つけるんだ。どこにも動機はないじゃないか。私が嫌な顔をしたですって？しょうがないでしょう。あんな騒ぎの後ですからね。で、それがこの事件とどんな関係があるん？クンツ様はお仕事じゃ、ヘリオ様にまで疑いを持たれるのですか？暴力を振るうようなお方ではございませんよ。そうですとも、ヘリオ様が犯人であるはずがありま。あ、事務所の方の聞き込みは終わったの？ああ、済んだぜ。お前らはどうだ？ぼちぼちって、ま、気長に調べてみろ。気抜くんじゃねえぞ。うん、任せといて。今度はヘリオさんが疑われてるのかい？確かにホテルに帰ってきた時ヘリオさんも不機嫌そうだったよ。ま、きっとクンチさんが一緒にいたからだろうね。あ、悪いな原稿。まだ行くわ。私だって人間ですから嫌な顔ぐらいしますよ。でもそれは事件と何の関係も。ナンバー2争いなどくだらない憶測に過ぎんよ。諸君だってまさかそんな噂を信じてはいないと。エリオが犯人でないことは僕が受け負ってもいいくらいです。彼には何の動機も。ヘリオとテルスはノーマン陣営のナンバー2を争ってるライバルだ。きっとお互い虫がつかなくてガツンとやっちまったんだよ。まだ行くわ。質問で言う。星が割れたのか。で、容疑者はどう。ほう、はっ、で、ダメだ、話もう一度よく調べてみるんだ。了解です。星がで最初ので、まず状況が大きな根拠ね。さらに動機の点でも十分と言えるわ。橋での騒動は最近の話だし、怒りが収まってない方が自然ね。実際被疑者が怒っていたという関係者からの証言もある。ああ、確かに今お前が挙げた根拠では別のか、つまりこいその可能性が。そなら話はす星がでレイブン、ちゃんとした。まずは最初ダメだ、もう一度星で。このおっさんが犯人だっていうのか。まあいい、まずはダメだ、話にならねえ。もう一度よく調べてみるんだな。星がわで、はあ、
あのおっさんが犯人だっていう。まあいい。まあ、ダメだ。もう一度。星川で最初の日で事件当時の状況が大きな根拠よ。橋での騒動を考えれば、動機の点でも。ああ、確かにその今お前が挙げた根拠では、つまりその可能性がゼロだと言えるか。そ、なら、もっと調べてこい。話はそれからだ。港で働いとる若い者、最近はご多分に漏れず選挙に入れ込んどるようじゃが。ほう、確かに上の方ってホテルのバルコニーのあたり。うん、多分そのあたりじゃろう。何かがぶつかるような勢いのいい音が聞こえたんじゃよ。いつ聞いたのか。でも吉おじいさん、クンツのやつはそんな、若い者は怒りっぽいからの。うん、ヘリオというのはあの若い商人たる者、もっと迫力のある人相をしておらんといかんじゃろう。あんな顔つきをしとったらみんなこぞって値切りに来るぞい。確かにホテルに帰ってきた時ヘリオさん、ま、ああでも怒ってても物音特に聞いてない。クンツさんがホテルに来た時なんだかあの何か起こ案の定。ヘリオ様はそうですとも。まさかあの、どうしたの。なん隠してることがあるならはっかばう気持ちがあだになることも多いからな。申し訳ありません。話してくれるの。はい、私見たのでございます。ヘリオ様が2階へいらっしゃるの。そいつはいつ頃だ。昼食のすぐ後でございました。ヘリオ様はノーマン様とご一緒に外出されましたが、しかしそのすぐ後ヘリオ様だけがお戻りになった。これは重要な証言ね。エステル、お前はこの証言を追ってくれ。俺たちはもう少しここで粘ってみるぜ。うん。もしやしかしあの方が昼食はラバンタルからお取り寄せいたしました。皆さん思い思いの場所でお召し。昼食の後はノーマンさんと演説場所の下見に行きましたよ。私の方は用事があったので遅れて合流したわけですが、あとは初めにご説明した通りです。でもヘリオさん、あなたその前に2階へ行ったでしょう。え？隠しても無駄よ。目撃した人がいるんだから。隠してなどいないですよ。あれは忘れ物に気づいて急いで事務所に戻っただけです。その時事務所には誰がいたの。デルスが仕事をしていましたよ。他には誰も見ませんでした。うん、そ
それだけ分かれば十分よ。誤解なさらないでくださいよ。私は別に2階に行ったことを隠そうとしていたわけじゃないんです。心配しなくても大丈夫よ。犯人と決まったわけじゃないわ。ただしこういうことを。じゃこれ。ええ、ラバンタルから料理を取り寄せたんです。はあ、すっごく美味しかった。ああ、今日の昼食はいつも同じメニューでは運動員たちも飽きてしまうからね。へえ、いろいろと気配り詰まるところ。政治家の仕事とはそう。まさしく連日連夜気配りばかりで神経をすり減らしているところだ。なんだか確かに。そこまで来ると。それはそうと、ノーマンさん、昼食の後はどうしてたの？ああ、私とヘリオ君は演説場所の下見のためにすぐ外出した。ヘリオ君は他に用があったので現場で落ち合うことになったがね。昼食後はすぐに外出して外でヘリオさん、うん、それだけ確認できれば OK よ。お役に立てたかな。では引き続きよろしく頼むよ。ラバンタルから出前してもらったりして。そいつはご機嫌だな。今度ポルトスさんにも頼んでみるぜ。だったね。俺は一人でロビーで食べたよ。親父と一緒の部屋で食事するのはなんか気詰まりな感じ。でも親父のやつもずるいよな。俺たちには普通の食わせといて。そんなに違う。ああ、大違いだって。特製にはエビが山ほど入ってるんだ。親父食欲ないらしくて結構残しちゃってたよ。まったく。うん、今日はラバンタルに食べに出かけたんじゃよ。毎日鐘の音がする頃に昼を食べに外出するのが習慣でな。鐘の音ってラングランド大橋の鐘です。ほら、羽橋が上がるとき鐘が。あ、思い出した。確かに鳴って。決まった時間になるからの、わしらにとっては時計代わりじゃ。へえ、そんな使い方。時計の代わりにしてはちょっと。でもエステルさん、皆さんに鐘の音について質問するといい。え、きっと鐘が鳴った時のことははっきり覚えているはずです。音は記憶の目印になるんです。ちょうど今のおじいさんみたいに。ああ、さすがクロ。うん、じゃあさ、はい。あれ、鐘の音なんてホテルの地下にいたからちょっと気づかなかったよ。あ、悪いや、原稿に集。お昼に橋の鐘の。はい、私はちょうど客室の準備を。それが済みましてからは次に食器の整理をいたしました。どなたかが事務所のお皿を下げてくださいましたので、私の仕事も早く片付。事務所のお皿を下げた？それって、つまり昼食の後に事務所に行った人がいるってことじゃない？はい、客室の準備をしている間に後片付けをしてくださったようで、気づいた時には最もあいにくとは。やっぱり自力で聞いて。どなたが片付けてくださったのか。客室の準備をしている間にでも片付。鐘の音は外出先で橋のたもとでノーマンさんと落ち合った時だったと思います。そこにクンツさんがやってきて、私が彼をここまで。後片付けですか？多分
私が外に出ている間、外出前に事務所に戻った時、お皿とかはもう片付けられてたの？どうだったかな。よく見ていなかったので何とも言えないですね。大橋の鐘の音、そういえば殴られる前に聞いたような気もしますけど、すみません、どうも記憶がはっきりしない。あれ、そういえば誰が片付けてくれたんだっけ。すみません、ちょっと。でも事務所にいたんでしょ。誰かが片付けに来たら普通。そうですよね。橋の鐘の音が鳴った時かい。私はヘリオ君と一緒に演説場所の下見をしていたよ。ヘリオさんもそこにいたの？ああ、彼はもう来ていて、ちょうど鐘の鳴っている最中にあのクンツ君がやヘリオ君にホテルまでの案内を頼んだから間違いないと思うよ。そっか。大橋の上がる時、ああ、ちょうどその時大急ぎで橋を渡ってたぜ。で、たまたま橋のたもとにいたノーマンさんたちに会ったわ。皿を片付けたやつを探してるだって。まあ、なんでもいいけど、早く俺の無罪を証明してくれよ。おっと、こっちは聞き込みにも。事務所の食器の後片付け？俺は飯を食った後はホテルの地下でダラダラ。最近、ほう、アーネスト。近頃珍しい首相。一体誰が皿を片付けたんじゃろうな。わしに聞いても無駄じゃぞ。その頃はラバンタルで優雅に食事中じゃったから。星がね。事件の直前に、しかもそのことを犯行現場にいたことを疑うべき根拠はあるわけか。動機の点に関してはどう。 GA ナンバー2、動機としては弱いと思うけど、状況が状況だけに。だがそうだとすると、クンツの犯行を否定できる根拠はあるのか。ダメだ、もう一度よく調べてみるんだな。星が割れたのか。で、最初の日で、まずさらに橋で実際。ああ、今を、つまりそのか、そなら話は。星が割れ、レイブン、ちゃんとし、まずはさ、ダメ、もう一度よく調べ。星が割れ、あのおっさんが、まあいい、ダメだ、もう一度。星が割れたのかで、はあ、あのおっさんが、まあいい、ダメだ、もう一度。星がで、ほうで、事件の直前に、しかもその疑うべき根拠、動機の点に関して。 GA ナンバー2をめぐる動機としては弱いと思うけど。だがそうだとすると、クンツの犯行を否定できる根拠はあるのか。ダメだ、もう一度。どなたが片付けてくださったのか、あいにくこの私も存じておりません。客室の準備をしている間にでも片付けてくださったのでしょう。
鐘の音、橋のた、そこに後片付けですか。多分私が外出前に事務所に戻って、よく見ていな、あれ、すみません。でも事務所にいたんでしょ。誰かが片付けに来たら普通は、そうですよね。自分でもおかしいと思いますよ。さて、私たちが外出している間に。ってことはノーマンさん。ああ、残念な。しかし誰かは、その親切な人には嫌な思いをさせてしまったかもしれない。え、どうかなさったんですか。ああ、実はここのところずっと食欲がなく、昼に出たパエリアも随分残してしまったんだよ。せっかくアーネストがみんなに内緒で特製パエリアを頼んでくれたのに。いやいや、情けない話だよ。そっか、うん、選挙に出るのも大変なのね。私たちが外出して、しかし、ま、せっかくアーネストが内緒で特製パエリアを頼んで、結局は食欲が湧かなくてすまないが、健康不安な皿を片…まあ、何でもいいけど。おっと、聞き込みに…どなたが片付けて客室の準備をし…昼食はラバント…皆さん思いを…どなたが客室…お昼に橋、どなたか。申し上げるべきことを黙っ、しかしやはりヘリを、あの方がクンツ、事務所の食器の後片付け。俺はそんな面倒なことしてないよ。飯を食った後はホテルの地下でダラダラしてたさ。あれ、鐘の音なんて聞いたかな。ホテルの地下にいたから。悪いが原稿に集中。今日の昼は毎日鐘の音が聞こ。へえ、優雅な生活ね。でも外に出かけたってこと。当たり前、海を飛び越えていくわけにもいかんから。それで、その時ホテルの中で。もちろん1階にはアーネストがおったが、あとは静かなもんじゃったの。あれ、他には誰もいなかった。わしが行った時は地下も1階も静かなもんじゃったぞ。帰ってきた時にはノーマンの息子がおったがの。ノーマンの息子って、そっか、うん、それだけ分かれば十分よ。なんのなんの。ほう、ラングル、わしらの生活。おや、何か思い出した。いや、お前さん、これ。おお、そういえばあの音は鐘の音。鐘の音、要するに、まあ味気。もしその物音が犯人の立てたものだとしたら、鐘が鳴ってた時にアリバイのない人が犯人よね。うん、疑いのあった人物に確認してみる必要があるわね。
いつも通り、その時帰って。事務所の所、飯を食う。うん、本当にずっと地下にいた？え？な、鐘が鳴ったすぐ後に地下を通った人がいたのよ。その人の証言によると地下に。そんなはずないよ。だって俺はずっとそこにいたんだからさ。アリバイ成立せずですね。念のためベルフについて聞き込みをした方がいいかも。だから鐘が鳴った昼飯の後はずっと地下にいたよ。ベルフという、地下にはおらん。ベルフ様です。さあ、鐘が鳴った時にはお見かけして、私はちょうど客室の準備をしておりましたものですから。鐘が鳴っていた時の別さ、わかりませんね。何しろ外出して。鐘の音が聞こえた時のベル、いえ知りませんけど。鐘が鳴ってた時のベルフの居場所だ。そんなこと俺が知るわけねえだろ。足の鐘が鳴った時に正当な疑いがあるなら、私に遠慮することなどないよ。ベルフを拘束して尋問にかけてもらって構わん。私たちが外出して、しかしせっかくアーネストが内緒で、結局はすまないが健康不安。足の鐘の音が、私はヘリオく。ヘリオさんもそこにいたの？ああ、彼はもう来ていたよ。ちょうど鐘の鳴っている最中にヘリオ君にホテルまでの案内を頼んだ。そっか。ということはエステルさん、ムラートさんの聞いた物音とヘリオさんは関係がなくなりますね。うん、ヘリオさんだけじゃなくクンツさんも無関係になるわね。ムラートさんが物音を聞いたのは鐘の鳴り終わった直後だったけど、その時は二人ともノーマンさんと一緒にいたってことが証明されたわ。つまりあの物音を立てたのはヘリオさんでもクンツさんでもない。二人が犯人である可能性はこれでだいぶ低くなったわね。鐘の音は橋のたもとで、ノーマン、そこにクンツさんがやってきて。なるほど、ノーマンさんの証言と一致するわ。大橋の、ああ、ちょうどその時おいで、たまたま。そっか、ノーマンさんの証言通りね。わしの金、私は。お昼に橋のどなたかが。地下にいたから鐘の音なんて。本当だよ。だから昼飯の後は事務所の飯を食う。今度は確かに。ま、あの大きなもの、おやとは。腹ペコじゃったので気にす。最近いつもど、その時帰ってき。ほう。地下にいたから鐘の音なんて聞いてない。ほ、一階で昼飯を食べ。本当だよ。でもさ、親父のやつもずる。俺たちには普通の食わ。あれ、でも。え？今度は何かおかしなこと。いや、
ちょっとねえベルフさん、あなたお昼は1階で食べたって言ってたわよね。ああ、それが。でもノーマンさんは2階で食べてたわけよね。1階にいたあなたがどうしてノーマンさんの食べてたものを知ってるわけ？なんだ そんなの後から見たに決まって。あ、ごめん、うん、実は人づてにそんな話を聞いたんだよ。残念ながら誰から聞いたかは忘れたけどね。次はその点を調べるといいんじゃないかな。あからさまに怪しいわね。だから昼飯、事務所の食器、飯を食っ、今度は確かに、ま、ベルフ、さあ、私はどなたが客室、昼食はラバンタル、皆さん思い思い、どなたが客室、確かに2階、どうでもいい、ああ、今日の中、いつも同じメニューでは運動員たちも、へえ、いろいろと気配りしてる。つまるところ、政治家の仕事とはそういう連日連夜気配りばかりで神経をすなんだか確かにそこ、それは相当の。昼食の後はどうしてたの？ああ、私とヘリオ君は演説場所の下見のためにすぐ外出。ヘリオ君は昼食、うん、お役に。では、ええ、ラバンタルから料理を取り寄せ、はあ、確かに2階にはどうでもいい。鐘が鳴っていつ、さあ、わかりま、鐘の音、いえ、うん、橋の鐘が鳴った時の息子、正当な疑いがあるなら私に遠慮することなどないよ。ベルフをこ、何度も俺たちが当然、鐘が鳴っ、そんなこと俺が、皿を片付けたよ。なる、大橋、ああ、で、そっか、ノーマンさんの証言通りね。星がで、エイブン、ちゃんとした、まずは最初、例の大きな物音がした時、クンツさんがノーマンさんの証言から間違いないと断言できるわね。あれが犯行時の音だとすれば、クンツさんが犯人の可能性は薄いわそして同様にヘリオの容疑も否定できちまうわ。うん、そうなるわね。ヘリオさんがノーマンさんと合流したのも間違い、となると次はこの被疑者の犯行の証明だが、で、どんな根拠があるんだ？根拠はこの人のアリバイよ。本人の主張するアリバイと対立する有力な証言がある。クンツさんとヘリオさんの犯行はすでに否定、この人が犯行のか、ああ、消去法でそうなるな。だがそれはあくまで状況証拠にしか過ぎないぜ。もっと決定的な証拠はないの？決定的かどうかわからないけど、気になったことといえば特製パエリアの証言があるわね。ほう、どんな話だ？うん、ベルフさんは1階でお昼を食べたと証言してるんだけど、それなのになぜか2階で食べてたノーマンさんのパエリアを見てる。しかもノーマンさんがそれを残してたことまで知ってたのよ。つまり奴は2階に行った、こう言いてえわけだな。よし、わかったぜ。ベルフの奴を呼んでじっくり事情を聞くとするか。手持ちの証拠じゃいきなり逮捕は無理だからな。うん、了解。なんだよ、俺は何もしてないぜ。まあ落ち着いてよ。
別に取って食おうってわけじゃないんだから。捜査に協力するならすぐにでも帰れるぜ。正直に話してほしいのよ。昼食の後どこに行ってたの？だからずっと地下に。言っておくが、嘘をついてる限りはこっから出られねえと思う。あなたずっと地下にいたわけじゃないでしょ。それはもう分かってるのよ。やましいことがないなら正直に本当のことを話せよ。それとも、もうそんな勇気もなくしちまったか？分かった。今日昼飯の後、俺本当は事務所に行ったんだ。後片付けをしに行ったのさ。後片付け？じゃあフロントにお皿を返した人って？ああ、俺がみんな忙しそうだったから俺が片付けちまおうと思ったんだ。で、後片付けのついでに事務所の掃除までしたんだけど、まさかそれが。ちょっと話がつながらないんだけど、後片付けのついでに掃除をしただけなんでしょ？なんでそれが事件の話になっちゃうのよ。心当たりがあるんだな。ああ、実は。ベルフが掃除のためにこの部屋に来たのは分かったが、その事実と今回の事件、つまりデルス君への暴行とは一体。それが大ありだったのよね。とにかく本人の説明を聞いてみてよ。おい、話してやれ。ああ、部屋の掃除が終わってさあ帰ろうと思ったらさ、あちこち片付けたせいで部屋が埃っぽかったんだ。で、バルコニーのドアを開けて換気しようとしたんだけど、両手は皿の山で塞がっちゃってて、仕方なかったから俺力任せにドアを蹴飛ばしたんだ。まさかあそこのドアが。ご想像の通りよ。あのドアこそがデルスさんを気絶させた犯人。勢いよく開いたドアがあなたの後頭部を直撃したのよ。つまり事件の真相は不運な事故ってこと。あれってことはよ、要するに俺っちは無実ってこと？やれやれだぜ。いや、やった無罪放免かよ。それにしても人騒がせな。なぜ初めに名乗り出なかった？お前がそうしていればこんな大事にならなかったんだぞ。ごめんよ。まあその通りなんだけど、それくらいで許してあげてくれない？最後には勇気を出して話してくれたわけなんだし。被害者としてももう許してあげたいですよ。善意の過失であったことはすでに明らかな通りですからね。もっともドアを開ける時にはもう少し。デルスさん、本当ごめんなさい。それからクンチさんも危うく俺っちのことなら気にすんなよ。結局疑いは晴れたんだ。それだけで十分さ。どうやら一件落着のよう。ええ、そのようですね。あとはベルフ、お前がこれからどうするのか、全てはそこにかかってるんだぜ。アガットさん。ああ、しっかりやれよ。報告は以上だ。遊撃失職、今日はとんだ不始末でお手間を取らせてしまったね。気にしないで、これも職務のうちよ。じゃ、俺たちは行くぜ。本当にありがとうございました。まったくすまなかったね。じゃ、気ぃつけてな。
決できたわね。あんな結末になるとは夢にも思わなかったけど。まさに事実は小説よりだね。無事に解決できて協力員の僕も鼻が高いよ。あんたは何にもしてないでしょうが。あ、でもクローゼにはすごく感謝してるからね。いろいろアドバイスをくれたし、捜査中は何かと助よかった。でもエステルさん、俺そっか、二人とももう協力員なんだもんね。ああ、やるべきことはきっちりやってもらうぜ。さて、そろそろ行くか。うん、次はサイス地方。お疲れ様。無事に目的、何か依頼を達成した。Thank you.